今日は慎吾の配信見ましたって、うん、朝早くねちょこっとさ上の方でこうなんか回ってたからちょっと押してみた。そうしたら見たよ、ジェイさん、うん、なんか熊谷泊まったんだって昨日。なんか見ててね、ほいで寝不足になっちゃってさ、また横になって向こう行って寝た、うん、ラジオ配信やってたでしょね、うん、ラジオ配信、うん、イブリスさん、シンゴ配信してたねって、そうですね、リアルキューピーちゃん、よしってありがとう、うん、トントン音がします、うん、あのね、ジュエさん、うちの裏にね今ね、うちが建つんだよ、2軒大工さん来てろ、うん、そう、そうなのよ、うん、今度は2軒増えるの、畑に、そう、ね、イブリスさん、熊谷あたりをうろうろしてたね、本当だね、ラーメン食うとかなんとかつってさ、そこまで見てました、はい、で、お風呂に入るにラジオ配信したりね、ビョンちゃん、息子はあまり配信する気なさそうだったね、そんな感じだね、うん、そんな感じ、これからどうしたらいいんだろうとかって言ってたね、ね、私もちょこっと見たんですよ、で朝早いからさ私寝ちゃったのまた、うん、たぬき35号さん、こんにちはって解放されたんって、うん、なんか、うん、あれみたいね、なんか私もよくわかんないんだけどさ、熊谷泊まったって、昨日帰ろうと思ったけどタクシーじゃ高いんでってね、中堅八高さん、風船ありがとうございます、ありがとう、いつもありがとうございます、ありがとうね、ね、そう、どうなんだろうね、あの子ね、これからどうやって生きるかなんて言ってたよ、うん、たぬき35号さん、よかったね、亡くなる前に結果分かって、そうだね、うん、そう、そう、イブリスさん、飲みかけのペットボトル、重曹何本も持って歩いてたよ、の、なんで飲んでしまわないのかね、うん、で、って、本当ですね、もったいないよね、あの子の性格、ああいうんですよ、何でも無駄にするんです。お金のありがたみ分かってないんですよね。そう。あ、玲子さん、いや、久しぶりに12時間寝たよって。そうですか。よかったね。ね。私も今日はね、早く起きて、慎吾のこういう上の方で、ね、慎吾のぐるぐる回ってるから、ポンと押してみた。そうしたらね、熊谷でね、配信してたね。あの道路を映したりね、ほいで、あのチェックアウトは育児だとか聞いて見てましたよ、自分の子の、うん、ね、なんかあんまり配信に自信がなげだね、なんとなくね、これからどうして生きたらいいだとか、どうのこうのってね、嫌だね、うん、昔これ俺がホストやったとこだとか私見てました、眠かったですね、朝にどうね、あ、二度する前に少し慎吾君見たよ、アイテム飛ぶのか不安だって言ってたって、そうそう、そうなんだよ、また白いシャツだったねって、そう、勝負服なのってね、あれ一枚でしょ、ほんであちあちっつってたね、ラーメン食ったんかい、あれからその辺で消えちゃったんだけど、うん、ぴょんちゃん、古い感じのラブホテルみたいなとこに泊まったねって、そんな感じですね、うん、えいこさん、ラブホテル汚いよ、ビジネスホテルのがいいよって、そうだね、なんかバスタオルが見つかんねーとかって言ってね、言ってましたね、うん、駅だから今から帰りますって言って配信切れたよって、あ、そうなんですか、まだやってたんですね、じゃあ、そう、あ、中村モンドさん歌おうって、ぴょんちゃん
妖精さん少しは楽にできたらいいねって、そうですね、うん、森ちゃんマン若いおめでとうございますってね、うん、ありがとうございます。たぬき35号さん、もしかして金渡したって、渡しねえよ、うんうん、慎吾さん久々に見ましたが老けましたねって、ほんとだね、デイちゃんすだれハゲとデブハゲチビがそっくりだね、全然違うねサムネの顔とね、うん、ポーちゃん今日も頑張ってるなって、ありがとうありがとう、うん、せがれの見てからさもう眠くってさ、またいくらか寝ました、そうね、38歳になったのって、37かな、まだ7、うん、大島工房エントピアさん、慎吾さん裁判終わってよかったねって、もう済んだんですかね、それで2日もいたん、遊んでたん、1時間前くらい駅で配信切れたからそろそろ帰ってくるんじゃない、ありがとうございます、ありがとう、うん、Jさん、ヨセさんと比べるとスンゴのお話はつまらない、本当、うん、本当にそうかな、うん、ありがとうありがとう、うん、まともなことを言うのかな、結構おしゃべりだけどね、ありがとう。レイコさん、いやーって慎吾が帰ってきた、一旦止めてくれって言うからね、そうありがとう、うん、レンちゃんありがとうございます、ジェイさんありがとう、なんかまたイベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこありがとう、アキさんナイスしましたよって、ジェイさんイベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこありがとう、イベントあリアルキューピーちゃん、あごめんね、レンちゃんポンポンさんこありがとう、さくらちゃんポンポンさんこありがとう。